アーィ出身のサッカー選手、チャイクルリゼスポル所属。ポジションは、左サイドバック、及び、左サイドハーフ。ラシンクラブドフランス、エースモナコの下部組織を経て2005年夏に、アーセナルへ加入。同年は、リザーブチームで6回プレイした。2006年夏のプレシーズンでは、アーセナルの新しいホーム、エミレーツスタジアムの落としとなった。 デニス・ベルカンプの引退試合にも出場した。その後、16歳にしてトップチームのオーストリア遠征メンバーに抜擢されると親善試合に出場。その時のプレーをアーセン・ベンゲル監督に評価され UEFA チャンピオンズリーグの予選3回戦の遠征にも同行した。2006年8月1日にアーセナルとプロ契約を結び、 2006年10月24日のカーリングカップウエストブロムウィッチアルビオン戦においてトップチームデビューを果たした。2011年8月30日にクイーンズパークレンジャーズ FC に移籍した。移籍金は非公開。2016年7月29日ノッティンガムフォレスト FC に3年契約で移籍した。2018年7月20日 トルコのチャイクルリゼスポールに2年契約で移籍した。アンダー世代のフランス代表であり、UEFAU-19 欧州選手権2008予選にも出場した。2011年8月11日新前試合もッ個大戦で、セネガル代表デビューした。ありがとうございます。